当選者来た。誰誰誰誰誰、めっちゃ人なん、え、ビーフィットトレーナー、めっちゃ平和な感じの場所やん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。今回は今日発売の大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルやっていきたいと思います。私ね、スマッシュブラザーズさ、まだ一回もやったことないよね。これをっていうことじゃなくって今までのやつ、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。何これ、ミーの帽子、レックスの帽子、何これレックスの服、今のはなんかモンハンかなんかのやつってこと。バックンタワー、初めてスマブラスペシャルを起動した記念日え、何電流なんかゲットしたよ。アタッカー1595パワー。なんかね、私この辺のね表記とかも全然わからんくって、本当にね、本当にめっちゃ初見なんよね超絶初見なんよね。と、これはいろんな遊び、あ、これか、鍛えて作って勝ち上がる、あ、これね、なるほどなるほど、勝ち上がり乱闘なるほど、勝ち上がり乱闘とは選んだファイターごとにルートが異なる勝ち抜き戦、6回のバトルを勝ち進み ボスと戦え。え、それぞれ違う、なんかストーリー的な感じ。本気度、本気度を高くすれば難しくなるがご褒美をたくさん設けられる。敵が本気度の高さでスクロールする、より右に進むと価値が激増。あ、よくわかんない、どういうことだ。とりあえずやっていこうとりあえずやっていこう。なるほど、大乱闘からじゃないんやね。これでサムスを使っていけばいいと。よし、やっていきます。あ、これなんか壁画、本気度が高いほど敵が強くなりご褒美が儲かる。うまいプレイで本気度が上がり壁画の先を見られる。壁画の先、とりあえずこのまん、これが通常ってことかな。このままでいきます。何チケットってわからんけど、とりあえずこれでいきます。ウルフ、ウルフ、ウルフ、ウルフでいいから。あ、落ちた、マジかマジかちょ、待って、これはヘッド使わん方がいいよね。やばい、いきなり落ちるっていう、つら。まず動かし方からやんね、私。はい、いきます。サムス、サムス選べとる。あ、カラーとかあるんや。これでいいよ。はい。えい。あ、あれ？あれってなるよね。本気度さんがおすすめ？なぜ？とりあえず、このまま行きます。ちょっと今度自殺しないように頑張る。それで後ろに行っちゃい、行ったんだよね。私、こういうのなんか連打とかで終わりそう。あー、怖い。相手を落としたらいいよね。え、めっちゃ戻ってくるやん。あ、やばい。私なんかギリギリとかで戦いやったら速攻で落ちそう。あ、怖い。待って、ジャンプすらどれかわからん。何あれ、モンスターボール出てきたんやけど。え、あれ何開けれるの。あ、やばい、怖い。怖い。何を押してるのかが全くわからない。え、あ、え、足場が。足場が狭まってきた。なんか出とる。何あれ。待って、いろいろと動きすぎて何がなんだかわからない。怖い。何これ何これ何これ。なんか飛び寄るけど、あれは何、相手の攻撃とかじゃないよね。あ、落とした落とした落とした。これ体力とかはないん。落ちるか、どっちが落ちるかだけみたいな感じ。完成にしてよね、私。なんか吹っ飛ばした、吹っ飛ばした。おぉ、ゲームセットー。あれ、拾うの拾うの。
なんか私吹っ飛ばしたよね、アイテムみたいなやつ。ジャンプはとりあえずスティックを上に。スティック上、あ、スティックでジャンプなんやね。なるほど、ボタンじゃないんやね。なるほど、なるほど。あ、これ、このキャラクターあれやろ。ドンキーコングに出てくるやつよね。確か。え、怖い。あ、でも結構ふわふわ落ちてくる感じなんやね。これ、え、拾えない。どうやって拾うの？あ、拾った。と思う。なんかこの銃みたいなやつ。あ、怖い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 。拾うボタンがよくわからない。でも何か、あ、向こうが拾っとる。何あれ？無敵みたいな感じ。あ、回復系？怖いんですけど。何かしら怖いんです。何あれ？めっちゃ飛ぶやん。タケコプターみたいなのついてる。このアイテムは一定時間で消えるってことかな？じゃないと永遠に持ってはないか。バナナ。ああ！怖い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 。バリア。あ！ふぅ！なんか知らんけど、意外と吹っ飛ばせる。お、このまま落ちるかと。あ、それアイテムなの？それアイテムなんすか？なんか罠か何かかと思ったんだけど。怖い。やばいやばいやばい。めっちゃ燃える燃える燃える。ゲームセット。お、勝った、勝ったの。あー、よかった。あ、さっきの相手回復しよったんよね。なるほど、なるほど。ダメージはパーセントで表されてます。パーセント？あれ、なんか、空中に出てきよるやつ？なんかね、意外と勝ててる。なにこれ？え？ 3 体？ 3 体いるの？ 3 対 1？ ずるくない？そういうことじゃないかな。え、ずるくない？ちょっと、初心者なんですけど。こんなどんどん増えていくの？相手キャラ。はい。後ろの背景によるあれ、攻撃してくるじゃない？あ、そういう感じ。揺らしてくる感じですか？てか、私どこにいるの？あー！待って、怖い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 。移動したい。あ、絶対落ちるやつやん、これ。なんか、HP、光おらんかった。はい、3戦目。あ、これやん、さっき。あ、待って、ちょっと待って。ちょっと待って。自分のスタート地点がわからなかった。つら。マッシュボール丸いふわふわするやつ。あ、あれで、あれはなんか、強力な攻撃ができるやつなのね。あれはどこのステージにも出てくるってことかな。これはあれなんか、ね、さっき出てきた、あの、怪獣みたいな。あ、これ。こいつが出てきたら、左の方に置った方がいいかな。あ、でもどっちに傾けるかはわからんのかな、もしかして。あー、そっち。怖いよ。あ、あまり動き回りたくない。あ、この角度で止まってる感じですか？ちょ、回転するんかと思ったら違うんや。あ、何してる？なかなかこう当たらない。次来た。何、次どっち？アイテム出てるよね、これ。何のアイテムかがよくわからない。あー、怖い。そっち。あ、上がりたい。あー、待って、落ちた。偽物もあります？マジで？それはもう攻撃して取るまでわからんってこと？うんやね。待って、どこに出てきた？あれか。本当になんか、そのまんまそこからのスタートになるんやね、これ。コイン使ったら。角度とかも全部。これ何？これ落とし穴の種じゃないの？なんか捨ててしまった？なんかで、アイテムがうまく使えない。え、ちょっと、怖い。あ。え、この敵、このコンピューターってなんか攻撃してきてる？なんか私が、あー、怖い。
ちょ、待って、私が一人で走りるだけのような気がしてきたんやけど、動きよりよね。あ、なんかもうこの子たち吹っ飛ばせる気がしないんです。あ、これよね、これで、その場で終わってしまった。あ、これを近くで使わんといかんってこと。あ、なんか無敵みたいな状態に。吹っ飛ばしてしまいたいんだけど、あ、やばい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 。わー、何、どこにいるの私。めっちゃ微妙なとこにいるんだけど。さあ、え、何この一匹だけになったもん、もしかして。さっきなんか吹っ飛ばしたね。あ、やったやったー。あ、これでとりあえず、何、世界戦闘力って。これでとりあえず、コインも補充できた？あ？ポケモンのスマッシュボールもあります。よく、あ、よく見ると違う。一応なんか見た目で違いわかる感じなん。なるほどね。あ、あ、あー、うわ、危ぶ、なー、ちょ。あ、え、消した。こういう足場の狭いところ嫌なんですけど、出てよ、サッカーボール。なんか、え、怖い。なんだ、あのサッカーボール。あ、消える。あ、え、なにあいつ、自分で爆発したの。え、なんか足場が、動いてるのこれ、足場。怖っ。怖い。オッケー。あー、待って、飲み込まれそう。あー、あー、びっくりした。マシボールを拾った後の切り札はスティックを倒さず相手の方に向いて B ボタンで。なるほどなるほど、相手の方に向いて B ボタン、 B ボタンね。でもな、攻撃すると爆発する。これで、あと3戦？あの鍵マークは何？あ、ここでなんか解放されるの？え、待って、なんかもう見た目からしてみんな強いやん。確実に強いやん。待って、私ジャンプしかしてなくね？ちょっと。よかった、攻撃できてる。あー、やめて。やばいって。なんか、相手型の、見た目がみんな、がついって。だね。細い細い人相手に。あ、こう見たらあれだな。ガードンと、ゲツーがめっちゃ近く見えるんだけど。お、吹き飛んだ！やったね！これなんかどこまで飛んだら吹き飛んだとかそういうのがあるけど。えい。あれ、なんかアイテム何も出てこんね。出てこん場所も。あるんですか。あ、あぶねえ。いい。いけー。お、やった、クッパも吹き飛んだ。あとリザードンだけ。いいね。見た目がラスボス級のキャラ。ばっかりやったね。やばいね。ギャガかわいい。あ、これ？あ、なに？あ、そっかそっか。なんか、あれやんね。ちゃんとちょっとずつ進んで見えていきよんやね。もうなんか必死すぎて全然壁画とか見てなかったわ。かわいい、確かに。確かに。何これ、ダークサムス。色違いや、色違いとかそういう問題じゃない。めっちゃなんか振り回されるんだ。ファイヤパックン。お、燃やせる燃やせる。 B でアイテムを使うのね。 OK、 使ってる。使ってるのかこれ。あ、使えてるよね今のは。何これ、あれ、あ、なんかめっちゃ服、火服何取ったの私。超火吹いてんだけど。え、怖い怖い怖い。何これ、あ、止まらんのかと思った一瞬。あ、でもファイアパックンずっと持っとる。 A ボタンでアイテム使うのか。なるほど、 B じゃなかった。
金属バットをただの人殺しみたいになったけど大丈夫。おっ、ちょっと待って、危ない危ない危ない。足場がなくなっていきよった。やったね。なんかあの人頭取れんかった。そんなことない。辛いカレー、やっぱりカレーなんやあれ。なるほどね。敵からカレーライスを取ると火を吹きつつ、めっちゃいいやん。なんかマブラ歴は初代から全シリーズ。お、これでボーナスステージ。ボーナスゲームとはブラックホールが押し寄せる謎の空間、右に進みながらボーナスゲット。横スクロールゲームですか。そういうことなんかな。ね、これ取っていったらいい。あ、ええ、怖い怖い怖い、びっくりした。押しつぶされるかと思った。こんなのんびり行きよっていいんかな。あ、ダン、うん、あー、怖い。ちょっと待って。行きたいんですけど。あー、落ちた落ちた落ちた。ここは何なの。クリアしたら何かがもらえるってこと、そういうことですか。ここクリアじゃなくても大丈夫なんかな。系の深淵ボス。マスターハンド。何？誰の手？てか、やば、怖。あ、そういう感じ？そういう感じの戦い方なのずるくない？あ、攻撃とかのパーセント運んでとんやね。なるほど、なるほど。今更ながら。キャラクターの横のところね。手だけで戦おうとか、ちょっと、ほどなん。機体は？本体はどこで？あー、怖い！え？ 2 つあるのって。違う。行ったり来たりしてるだけか。あ、ちょっと、怖い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 。いやー。まさに手のひらの上で転がされてる感情。やめて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 。はいよー。何今の。手が混乱している。この隙に。なんか単純な攻撃ばっかり。あの隙にいっぱい攻撃を。お、いいの。え、いけてないよね、まだ。あ、いけたの？マジで？やったー。マスターハンド、初代のボス。そうなんや。初代のマブラってこと？あれは誰の手とかじゃなくて、もう、手が本体なの？そういうことなんかな。イェイ、倒せた。やったね。やったね。よかった。永遠にクリアできんのかと思ったよ、ちょっと。ちょっと。これ解放される？あの、ボーナスステージ、クリアしてないんやけど解放されるんですかね。なにこれなにこれ。バッククレジット。あ、なるほど。これなんかできる。あ、撃てる。あ、すごい。こういうところにも、遊び心が。私、こういう感じのゲームあんまやったことないよね。なんか、昔ながらのみたいなのであることない。おー、なんか、だるかった。これ一体何が打ててるの？名前？このスコアもなんか関係あるんかな？なんかめっちゃスコア増えていきよんけど。何に当たってるの？名前なの？あの三角のやつかな？あれが敵みたいな感じ。でも何かしらに当たりよるっぽいけど、何かがよくわからない。こっちもなんか攻撃受けようかな。あとは、ね、あ、なんか今爆発したような気がするけど。こいつはちょっと長めに当てんかったらいかんないね。いいね。いいね。こう、スタッフクレジットも飽きず楽しめるという、このでっかいやつもというか壊せるやつなんかな。 BGM がメトロイド。これキャラクターによって違うのかな。あ、それぞれになんかちょっと違うってことかな、かもしれない。ちょっと先外してたらモンスターハンド戦終わってた。なんかね、めっちゃあっさりやっつけた最後のあの手、強敵な感じしてますけど。
マリオのってかっこ嘘でも最初現れた時ね、若干そうかなって思ったけど、でもね、手首の方がちょっと違っとったちょっと違っとった。もうちょっとなんかね、マリオの手首って丸っこい感じになっとるやん。初めてにしては上手、よかった。私こういう、何、戦い系、こういう感じのゲームを全くやらないから、確実に同じボタンの連打とかにこれもあれなの、なんかそのよくあるコマンド入力的なものはあるの、そんなのはないんかな。お、あ、すごい、やっつけてよろしいものなのかしらコングラチュレーション、ゲットできたんかな、これ必ずゲットできるんかな。はい、ファイナルリザルト、サッフロール5って書いとって、なんだそれ。あ、なんかいろいろ解放された。ナムナム誰誰なの。あ、とりあえずまだちょっとサムスで続けてみましょうか。挑戦者来て、誰めっちゃ人なん、え、ビーフィットトレーナー、めっちゃ平和な感じの場所やん。ほら、なんか端っこの方でさ端っこの方でめっちゃ人走りよるし、あ、これ後ろ鏡か、足と手を動かしましょう。動かしてます、体全体動かしてます。あ、これあれか、え、すげえな、ちゃんと。お、足場もそういう仕様かな、待って、危な、ヨガのポーズをしましょう。こうゆったり歩きよるときに攻撃していいんかなって、ちょっとあまりにも平和すぎて。前足にかかる力と後ろ足にかかる力を均等に保ちます。なんかちゃんと説明してくれよりよ。え、そんな、なんか調子が狂います、めっちゃ調子が狂うんだけど、あー、後ろ足で後ろ足でめっちゃ強い、強いよ、ウィーフィットトレーナー。ちょっとさすが、鍛えてるだけあってこの人が鍛えてるのは体幹とかそんな感じだけど、何、ボール、ただの殺人みたいになってない、大丈夫かな。そう、私初スマブラ64とかも一切やってない。お、ビーフィットトレーナー参戦。落ちないコースとか安心ですね足場がしっかりしてるから。はい、それじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで今日の夜またライブ配信するのでぜひ来てくださいまし。いやー、うまくやりたいね。ちょっとあれやんね、プレイ方法、操作方法をしっかりと、どれで技が出るのかとか、とりあえずアイテムの拾い方とかは分かったんかな。そこから、ここからやったけど。お疲れ様です。みんなお疲れ様です。次回の配信で。